カリフォルニア大学バークレー校。バークレー校は、カリフォルニア大学、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニアの発祥地であり、10大学からなる、カリフォルニア大学システム、UC システムの中で最も古い歴史を持つ、ハーバード大学など同国東部の、名門私立大学軍の集まりである、IB リーグに対し名門公立大学の集まりで、ある、パブリック・ IB の一校である、 アメリカの公立大学ランキングでは長期間にわたり1位を維持していた。同じ米国西海岸サンフランシスコ近郊のベエリアに位置するスタンフォード大学とはスポーツ分野を中心に長年ライバル係にある。シリコンバレーにも近く位置しており IT 系やコンピューター分野でも多数の大企業から趣旨を受け研究、開発を行っている。ユニックスシステムの一つ。 BSD もこの大学の研究室で開発された。元産マイクロシステムズ技術者のビル・ジョイは UC ・バークレーの学生時代にバイ・エディタとシーシェル、CSH など様々な基本的なツールユーティリティを設計、実装している。第二次世界大戦当時バークレー校の物理学部教授だったロバート・オッペンハイマーやノーベル、科学少女賞者のグレンシー・ボーグを筆頭に バークレー校の多くの学者が原子爆弾開発計画であるマハッタン計画に携わり、米国における原子力爆弾及び水素爆弾の開発に大きく貢献した。現在、2017年まで104人以上のノーベル賞受賞者を輩出している。科学に関する研究が世界的に有名で、周期表の元素のうち16つが本校で発見された。 カリフォルニア州バークレー市に200エーカーに及ぶ給料及びバークレーヒルズの1000エーカーを含む1232エーカーの巨大キャンパスを有する300以上の学部大学院教育プログラムを提供し幅広い研究教育で知られる一般的には UC バークレーもしくは略称愛称であるカロリーキャル UCB などと呼称されるモットは フィアットラックス、そこに光あれ、レッド・ゼア・ビー・イーライト。19世紀の中頃に地域にあった、私立大学と州立の工業技術系学校が合併し、1868年に州立のカリフォルニア大学として設立された。シリコンバレーやサンフランシスコにも近く位置しており、IT 系やコンピューターなど工学分野にも力を入れている。ユニックスシステムの一つ。 BSD も UC バークレーの研究室で開発され、他には、セティ、ホームプロジェクトも、同大学のスペースサイエンスラボラトリー、SSL が中心となり始まった。ソフトバンクグループ社長の孫正義も UC バークレーが区伏時代に、宇宙物理学教授のフォーレスト・モーザーと共にシャープに、自動翻訳機を売り込んで得た、資金、1億円を元手に、米国で、 ソフトウェア開発会社のユニゾンワールドを設立している。卒業生の中にはシリコンバレーのハイテク系企業や他の企業のファウンダーもしくはコファウンダーとして起業した人物も多い。アップル、インテル、LSI コーポレーション、ザ・ GAP、福、マイスプイス、グーグルボイス、グーグルアース、バークレイシステムズ、HTC コーポレーション、ビアテクノロジーズ、 マーベルテクノロジーグループ、サンマイクロシステムズ、サンディスクなど、さらにエレクトロニックアーツ、グーグル、アドビシステムズ、クアルコムに対して技術支援を行っている。ハースビジネススクールは多くの企業家を輩出し、資金面で企業を援助するプログラムも存在する。スポーツではカルゴールデンベアーズ、カリフォルニアゴールデンベアーズとして多くの分野が NCAA ディビナ内に属しており、特にフットボール、バスケットボール、野球など人気を集めている。現在まで同行出身選手は100以上のオリンピックメダルを獲得している。1866年に設立された私立大学カレッジオブカリフォルニアが前身となり、その後カリフォルニア州経営の農業、工業、機械技術学校と合併する形で、 1868年にカリフォルニア大学が設立される。哲学者、聖職者であったジョージ・バークリーによって命名され、初大学長にはカレッジ・オブ・カリフォルニア創設者であるヘンリー・デューラン、ヘンリー・デュラントが就任した。1869年にオークランド市にあったカレッジ・オブ・カリフォルニアの施設を利用し、開学、1873年の新キャンパス完成を待ち、 現在のバークレーへ大学施設を移動した。当時の学生数は男子学生数167名、女子学生数222名。1891年に、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの母であるフィービーアパーソン、ハーストは国際建築大会の支援、たくさんの教育プログラムなどを提供し、ハースト記念工業ビルとハーストホールの建設にも投資を行った。 当時のベンジャミン・イデ・ウィーラー学長は1905年に複数のカリフォルニア大学を開校する構想を打ち出し、まずサクラメント市の近くにカリフォルニア大学デイビス校を開校。ウィーラーの功績により UC バークレーの評判が高まり、奨学金などの資金援助も調達できるようにもなった。建築家、ジョン・ガレン・ハワードによって設計されたキャンパスは、 新古典主義的な建物が多く、新しく建設されている建物などの元にもなっている。1910年、同校はインド独立運動にも協力した。UC バークレーに在学していた、インド人留学生を中心に運動を起こし、イギリス植民地支配を批判する、週刊誌、ヒンドゥスタンガダーの発刊などを支援。ベンジャミン・ウィーラー、ベンジャミン・ IDE ・ウィーラー学長。 就任期間、1899から1919 19の下で、著名な学者招致、研究援助費、奨学金の獲得に成功し、カリフォルニア大学は大きな成長を遂げる。その後、第11代、ロバート・スプロール、ロバート・ゴールドン・スプロール学長、就任期間、1930から1958時代に、 他の一流大学を参考とした学内改革、積極的な著名研究者招致を行った結果、世界的な評価を得るまでに成長する。第二次世界大戦時や世界恐慌の際には、資金難に陥るが、独自の人脈で資金調達を行い、可能な限りの期間を運営継続させた。1934年には、米国教育協議会による、 高等教育機関ランキングにおいて10位だったが、1942年にはハーバード大学に次ぎ全米第2位に躍進する。多くの超重元素が UC バークレーの研究で発見されたことでも有名であり、中でも原子番号97番の元素バークリウム及び98番のカリフォルニウムの名称は本校の地名に由来する。UC バークレーは 数々の超ン元素を発見しており、そのうちには、バークリウム、カリフォルニウム、アインスタイニウム、ナザォージウム、プルトニウム、シーボーギウム、ローレンシウムなども含まれる。米国の原水爆開発と本校の関わりは深く、水爆の父として知られるエドワード・テラー、マンハッタイ計画の主任研究員である、ロバート・オッペンハイマー、バークレー放射線研究所、現、 ローレンス・バークレー国立研究所所長、アーニスト・ローレンス、ノーベル科学賞受賞者、グレンシー・ボーグ等、本校の科学者が、米国の原水バーク開発に大きく貢献した。核兵器開発、環境、バイオテクノロジーの研究で著名な米国エネルギー省、DOE 所有のローレンス・リバモア国立研究所は、本校により管理されている。1960年代、 バークレーの文校という地位にあったロサンゼルス校 u c r イが一大学として運営を独立させた。同時期に他の文校も独自の大学として運営する形で整備され今日に至るカリフォルニア大学システム UC システムができる。今日の UC バークレーの特徴であるそのオリベラルな校風は1960年代のフリースピーチムーブメント フリースピーチムーブメントによって形成されたところが大きい。元来、1950年代のマッカーシズムなど、共産主義者差別、赤狩りに対する強硬な抵抗に見られるように、バークレー教授陣のリベラル気質は高く、その内在していた独特の幸風が表出したのが196年代のフリースピーチムーブメントであった。1962年には、政治活動家のマリオサビオ、 マリオ・ソビオや、ジャッキー・ゴールドバーク、ジャッキー・ゴールドバーグなどが主導となり、UC ・バークレー付近で、バークレーボードを、バークレー・ライアッツにまで発展した。1964年に出された、学内での政治活動禁止令に抗応する形で、言論の自由を求める学生が、抗議運動を展開、その後も学生により活発な学生運動は1970年代、初頭まで続き、 1969年のピープル、エスパークにおける抗議行動では参加した、教授陣を解雇したり、学生の一人が死亡するという悲劇も起こった。現在でも、そのリベラル気質は学生に脈々と受け継がれる。U.C. バークレーの学生は、他の米国一流大学の学生より、革新的かつリベラルで信仰心が薄いとされている。2007年9月10日に、 ウィリアムフロラ・ヒューリット財団から113ドル M 約130億円の寄付を受理した。当時の学長のロバート・ジェバージェノは、この寄付は公共高等教育の資金調達の転換を象徴するものであり、米国の卓越した公立大学イコール UC ・バークレート、エリート私立ライバル校との資金ギャップの解消に役立つものであるとコメントした修立学への寄付としては、 アーカンソー大学が受け取った3億ドルが過去最高額である。14のカレッジとスクールを設置。その中に130以上の教育プログラムを設置。出身校、または受賞当時の所属機関がカリフォルニア大学バークレー校の受賞者リスト。サンフランシスコベイエリア部イーストベイに位置するバークレー市は、もともとはサンフランシスコ氏のベッドタウンであったが、 1960年代後半、全米を巻き込んだ学生運動発祥の地であり、教養と文化にあふれた活気のある街である。サンフランシスコのダウンタウンへは、車や公共交通、バート、ベーリアラピットトランジットなどで、ベイブリッジを渡って30分程度、キャンパスからはゴールデンゲート橋やサンフランシスコ湾を看望することができる。世界有数のワイン産地、ナパバレーまでは、 車で1時間弱。地震の巣と言われるサンアンドレアス断層の一部を構成するヘイワード、ヘイワード断層がバークレイ氏を縦断している。バークレイ校は全米の州立大学の中で最も入学審査が厳しく最難関である。アメリカの大学入試は日本の大学受験制度と大きく異なる。日本では筆記試験の結果で合否が決まるがアメリカでは入学試験はない。 今までの学校の成績、GPA、SAT とトーフルの点数、課外活動、エッセイ、面接などを行い、大学側は受験者をできるだけ総合的に審査し入学するにふさわしいかを判断する。出願者の SAT 平均スコアは、SAT リーザリングテストがリーディングテスト620から740、マス660から770。 ライティング、650から750。平均 GPA は4.35、5.00。しかし GPA や SAT のスコアは、大学側にとって、審査材料の一つに過ぎず、高得点であれば合格が保証されるものでもない。学業以外にボランティアなど、課外活動も重要であり、バークレー校の場合は何らかの組織のリーダーを、経験したことのあるリーダーシップを持った人物を好む。 傾向がある。しかし出願者のほとんどが高い GPA、SAT と,とトーフルの点数を持っており、さらに課外活動やリーダー経験のある優秀な生徒であり、入学審査の競争は非常に激しい。大多数がアジア系か北人であり、黒人やラテン系、中南米系の学生が極端に少なく、1980年代より、その志願者選抜のあり方が議論されている。 近年のアメリカでは、経済的な格差をなくすために、黒人やヒスパニック系出身アメリカ人の大学、及び大学院入学レベルを、アジア人や白人と比べて、低くする制度を導入する大学が多数存在する。カリフォルニア大学バークレー校では、努力した結果として生まれる学生自らの成績では、なく民族で区別する考えは差別の一種であると、主張し、その考えに反対し、 入学までの成績を重視する結果、学生の多数がアジア系や白人という結果となっている。特にアジア系学生数は年々増加しており、2006年の新入生に占める割合で46%、コリッジボードの調査にいるに達している。大学側はユニバーシティハウジングという12の量を用意しており、中にはアカデミック用、スポーツ推薦者用、留学生用、 女子用、兄弟用など様々ある。ユニット1、2、3と3つの学部生用のビル量がキャンパスの南側にあり、この中にはクロスロード、クロスロズと呼ばれる他の生徒とシェアするダイニングホールがある。同じくキャンパス南側にはクラークカーと呼ばれるクラークカー以前聴覚資格不自由者のための学校であったが、現在は学生選手のための量となっている。 他にもフットヒル、フットヒル、スターン、スターン、ボーレス、ボールズと呼ばれる三つの学部西洋の寮がある。フットヒルの南側には、ハーストグリーグシアター、ハーストグリックテアトルと呼ばれる、円形競技場があり、ここは、音楽、演劇ダンスなどに使われたり、バークレー校の卒業式や、スピーチイベントに使われる。その近くには、工学大学院、カレッジオブエンジニアリングと、 科学大学院、カレッジオブケミストリーの学生用の寮もある。南側の寮の生徒に比べ理系の学生は、静かな傾向があるが、こうしたシアターが近いため、たまに覗くこともある。ボーレス寮は、フットボールなどに使用されるカリフォルニア記念スタジアム、カリフォルニアメモリアルスタジアムのすぐ北側に位置する。州が所有している寮として最も古く。 アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。1928年にマリー・マックニアボーレス、メアリー・マックニア・ボールズから贈与されている。また、若くない学生のためのチャンニング・ボーディッチ、ザ・チャンニング・ボーディッチとイダ・ジャクソン・アパート、イダ・ジャクソン・アパートマンツもある。キャンパスから北に5キロメートルほど離れたアルバニー、オールバニーには、 ユニバーシティービレッジという約1000世帯からなる学生、教職員用の住宅街がある。この居住施設は大学によって運営されている。また、大学寮には住まず、友人やルームメイトを見つけて、共同で住むコーポレートハウジング、コーポラティブハウジングもある。生徒によって運営されている、バークレイ・スチュディン・コープラティブ、BSC という非営利不動産の、 ハウジングネットワークは20の住宅と1250のオーナーメンバーで構成されている。BSC は1933年にハリー・キングマン、ハリー・キングマンを主導に結成された。世界恐慌の中、学生同士が共同で住み金銭的負担を軽減することが目的であった。カリフォルニア大学バークレー校の学生会は、ザ・ソシエーテッド・スチューディンツ、 オブザ・ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、アサウックと呼ばれ、学生が自律的かつ自己責任で資金運営や学校方針を決定している。アメリカ国内の大学においても、公立大学としては最も規模の大きい学生会の一つである。アサウックは1887年に160万ドルの資金で設立され、スチューデント・アクションとカルサーブの二つの政党が主なっている。 アサウックのプログラムには主にキャンパス内でのイベント、コンサート、著名な政治家や文化人を招くなどがあり、非営利課外活動などに使われたりする。また、学生によって運営されている組織として、1871年から続く、学内新聞ザ・デイリー・カイリー・フォーニャンや2005年には、カルブというオンラインテレビ、コルックスというラジオステーションがある。バークレーの学生は、 全米の大学の中でも特に活発だとして知られている。多くの学生が自ら組織を立ち上げるなど、大学内には700以上のクラブがある。こうした学生の熱狂の理由として1960年代に起こったフリースピーチムーブメントが挙げられる。2006年から2007年には94の学生政党が存在した。その中にはキャンパスグリーン推進。 有機食品推進、学生の薬物使用方針、民主党、共和党など様々あった。全米の大学から多くの学生が国営ボランティア団体のピース校、ピース校に参加しているが、その中でバークレーの学生が最も多い。ザ・レジデンス・ホール・アセンブリ、ロでは住居でのイベント、更新、スポンサー、アクティビティなどを手がけている。 バークレイモデルユナイテッドネーションズでは国際的問題を意識させることを的として毎年1500名以上の高校生に対してプログラムを組んでいる。ザ・バークレイグループでは学生を学業だけで学実社会の現場に派遣しトレーニングする活動をしている。学部専攻に関係なく大学側、ハースビジネススクール、企業に協力を得ている。他にも演劇、 コンサート、ディベート大会、スピーチ大会など企画している組織もある。カリフォルニア大学バークレー校のいずれのスポーツチームも、カルゴールデンベアーズ、カロリーゴールデンベアーズという名の下で競技している。パシフィック12カンファレンスのメンバーとして、NCAA のディビジョン IA に参加している。スクールカラーは、イエールブルーと黄色。イエールブルーが選ばれた理由は、大学の創設時に、 ヘンリー・デュラント、ヘンリー・デュラントなど、イエール大学出身の人物が多かったからである。ゴールデンベアーズのスポーツは、長い歴史の中で偉業を成してきた。中でもフットボール、男子バスケットボール、野球、ソフトボール、男女クルー、男子体操、男子テニス、男女水泳、男子水球、男子柔道、男子トラック競技、男子ラグビーは、競合として知られる。 2009年には、ハーリングで、絶対的強豪であった、スタンフォード大学を破り歴史取った。ゴールデンベアーズは現在まで国内選手権大会、ナショナルチャンピオンチップスで多く優勝を果たしている。野球2回、男子バスケットボール2回、男子クルー15回、女子クルー3回、フットボール5回、男子ゴルフ1回、男子体操4回、男子ラクロス1回、 男子ラグビー24回、ソフトボール1回、男子水泳2回、女子水泳1回、男子テニス1回、男子陸上1回、男子水球13回。学問、スポーツ、ビジネスにおいて、カリフォルニア大学バークレー校とスタンフォード大学は長年のライバル校である。強烈なライバル意識を示す一例として、ビートスタンフォードという言葉が、 大学のグッズに掲げられている。一方、スタンフォードでは、BE と CAL の言葉を掲げている。毎年11月下旬から12月上旬には、ビッグ、ゲイと呼ばれる、アメリカンフットボールの対抗戦がある。この試合は1933年から続いており、勝者は、スタンフォードアシェイというトロフィーを授かる。この歴史ある試合の中で、 最も伝説的に語られるのが1982年に行われた一戦で、ベアーズが残り4秒の時点から5本の後方へのパスをつなぎ、アメリカンフットボールの試合において複数回パスをつなぐことは滅多にない、タッチダウンを奪って勝利した試合である。このラストプレイは、ザ・プレイ、もしくはタッチダウンを奪ったケビン・モーエンが、自軍の勝利が確定したと、早が転して、 フィールド内に侵入していたスタンフォードの水奏楽団を蹴散らしながらエンドゾーンに到達したことからザ・バンド・プレイと名付けられている。同校は1958年に日本研究センターを設置しバークレー日本賞を創設。日本文化の研究を推進してきた。同センターは米国主要大学附属日本研究センターとしては先駆的存在と評されおり、 カリフォルニア大学バークレー校は、アメリカ合衆国国内において、日本文化の研究が盛んな大学の一つとなっている。第1回には、村上春樹、第2回には、宮崎俊、第3回には、坂本隆一が受賞している。2013年には、NHK 教育テレビ、E テレにおいて、リチャード・ムラーカリフォルニア大学バークレー校教授による、バークレー白熱教室、 前後回が放送された。2012年よりソフトバンクグループの孫正義社長がここで学生時代を過ごした関係から友達ソフトバンクリーダーシッププログラムが同行において行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。